はい、どうもこんばんは、カズチャンネルのカズでございます。本日はですね、久々に車からのねお届けになるんですけども、まあ私、まあ福井って言ったらね、まあ基本的にね車社会、まあ一人一台ですね車持ってないと厳しいとこでございます。まあそんなわけでね、まあまあ車の利便性はあるんだけども、逆にねリスク、やっぱ車乗ってるからにはですね、もちろんね安全運転はもちろんなんですけども、やっぱ途中ですね何か起こることもある。そんなわけでですね、やっぱりてれーんと、はい、こちらですね、車に、つけることができる、カードライブ、なんだっけな、まあまあ、そんな感じのやつでございます。まあ、そんでね、これ1年ちょい前にね、紹介いたしまして、なかなか評価いいんですよ。ただ、私、告白します。つけてませんでした。っていうのはね、やっぱね、車ってさ、つけ方、わかんないんだよね。ただ先日ですね、車好きな友達にさ、ちょっと、やり方ってのを教えてもらったから、本日はですね、真面目にこちら、取り付けていきたいなと思います。まあ、まずですね、これ。このあたりにね、取り付けていきたいんですけども、まあ問題がですね、配線でございますよ。いやー、なんとか適当なクリップにつけてさ、窓ガラスにペンペンペン貼ってやるのもいいんだけど、やっぱダサいじゃんそれ。まあそんなわけで、頑張ります。まずね、これはね、ここに差し込んで使うタイプなんだけど、っていうかね、なんかユピテルのやつで、中にね、なんかうにゃんやするモデルもあるんだけど、私わかんなかったそれは。まあまあこんな感じでね、どんどん配線いきましょう。ほんで次はね、ここ多分ここの間をねうまいこと通していく感じだと思うんですけども、この中ね、ダッシュボードの中に一発入れてからこんな感じでね進めていきたいなと思っております。あ、この下からいけるんだな多分ね。そうだわそうだわ。ただ問題はこのあたりでもね、前まま教えてもらったんですよ。このここのゴムの部分をね引っ張るとね、実はほらペコペコいくのこれ。ほんで次これもなんだけど、取り外し方多分あるんだろうけどね、これもねほら、来たねー。じゃあちょっとこれ、頑張ってここら辺まで通していきたいと思います。今ね、iPhone のケーブルを、今、下に投げてね、ここから今通して上に引き上げる作戦ね。よーし、救出したぞ、無理やり。そんで、こちらについては、この隙間からね、多分入る。あ、ほら、入るんですよね、これ。うん。よし、いいぞ。あとはね、このカメラを、ガチャリンコとして、よし。そんで、ケーブルを接続。よいしょー、しんどい。あとはね、長さを調整して、よし。パネルを、よし。ほんで、このゴムも戻して、よし。ほんで、まあ、コードは、この後ね、なんとかするとして、一応完成じゃねえかな、こんで。ではですね、ちょっと電源入れて、どうだろう。入っちゃうかな、こんで。あ。はい、一応ですね、電源、車のエンジンがつくと、ピンとピンと来い。こんな感じで起動、映っておりますね。ただ、ここら辺の照り返しの、うわぁ。今、あっちから太陽来てるかな。結構照り返し映り込むんだね。あ、消えた。まあ、でも今、録画中ですね、これ。ほんで、これを切ると録画がストップ。あ、ストップしましたね。素晴らしい。いやー、これでですね、ちょっと良くなりましたね。やっぱね、ドライブレコーダーは必要でございますよ。っていうかね、全部の車につけた方はね、なんかそこら辺法整備してね、ちょっとお金かかるけどさ、なんか犯罪と買った時に絶対便利だよね。その翌日ね、その道通るね、車にね、一台ね、そのデータもらえれば、絶対そこら辺の解決率もね、良くなりそうなんだけどね。まあ、でもいろいろ難しいんだろうな。まあ、こんな感じでですね、無事、取り付けの方完了いたしました。ちょっとみたいな。まあまたこれからですね。まあ私の方の車、もう一台の車の方にもね、またつけてないやつもあるし、また最近面白いの出たのかな、1年後ぐらいだからね。またね、いろいろね、検討してみたいなと思います。以上、こんなところで、ドライブレコーダー取り付けでございました。